はい、お疲れ。今日は、韓国ビールなのかな、なんか書いてあるけど読めない。韓国ビールと、まあ、とっていうか、まず飲む。韓国ビールで、まずかな。これで、今日は県民さんの焼きビーフを焼かないで、今日はおつゆビーフンを作っていきます。はい、今日はさっきも言ったけど焼きビーフンをおつゆビーフン作っていきます。これで鍋にまずはごま油大さじ1杯と、あまりうちは高級なのないから普通のサラダ油も大さじ1杯入れます。で、なんかもうめんどくさいけど鍋1個でやりたいんで、油引いて、でここに香り付けの、俺はね、ニンニク2かけ、粗みじん、これでニンニクをちょっときつね色にしたいです。あ、ニンニクはいい香りだよね。これだけでうまそう。ちょっとこれ炒めます。で、この匂いでビール飲みます。あー、いい香りだわ。IH 系のやつはいいよね。すぐ火が入る。もうちょっとかな。あんまり焦がしてもやだからな。香りが高まらない。もう全然飲める。これでここぐらい茶色くなってきたんで、ここに今日はひき肉、お家にあるやつで作っていくんで、ひき肉をニンニクオイルの中にひき肉を、あんまかん混ぜないといいんですよね。ニンニクの香りが超うまい。さあ、今日のが美味しくできるでしょうか。ニンニクの香りでビール完飲。今日2本目ハイボール、スコッチウイスキー使用、糖質とかゼロのスコッチウイスキーハイボール。鍋の上でつきますよ。カリカリになってきたんで、ここで今日はニラと白ネギ、長ネギを入れちゃいます。これも油に絡めて、あとでお水入れて、今日はこういうビーフにするからあんまりいいと思ってみます。あと、もやしにこれも入れちゃう。野菜に油を回したんで、ここにお水、今日は2人前なんで2人前なんで、1200cc で、これで沸騰させます。沸騰させるまでは蓋閉めます。ここに味の素、なんとなくこれは予想外だったので味を見ながら入れていきます。はい、
おつゆが湧いてきたんで、今日はアクは取れません。湧いてきたんで、アクも旨味だ。これに、なんかタレ、コクうまのソースついてたんで、これ入れます。ちょっと味見てみないとね。全然ですよ、全然薄いってわけではないな。これがこれでうまいのかもしれない。はい、2個目。白だし入れた方がいいかな。ちょっと味見したんだけど薄いんで、白だしをちょっと入れて、あんまりしょっぱいとね、おつゆ飲めないからね。な気はするけど、でもずっと食べるんだったらこれくらいでいいような気もしないでもないな。これビーフ入れちゃいます。ビーフに入れて3分。胡椒とか入れて、塩と塩気もとってもいいのかなって、飲んでるからどうなんだろう。ちょっとだけこう完成です。今ね、ちょっとねお仕事の電話来ちゃって。はい、ビーフン完成して取り分けました。うまそう。あと、お家で揚げた、なんだろう、鶏の、これ手羽元の唐揚げ、これもまず、あ、いい匂い。いただきます。どれ、ビーフンが気になって、ビーフン、あ、うまい、うまい。しょっぱいよりはでもこれくらいでご飯には合うかな。今日はビーフンです。また取れちゃった。鶏、唐揚げ。サクサクでうまいぞ。ああ、ハイボールに合うね、鶏ね。これがうまい。味が薄かったからみんな。ご飯にのり玉か。で、こんな感じで食べていきます。あ、まあ、もうちょっと取ろうか。今日はショートじゃなかったと。味ちゃんとした方がいいんだな。あっさりお醤油入れ。味付けは自分で。これにこれ胡椒かな。あ、まずくはないんだけど、やっぱ焼きビーフンは焼いて食った方が、これね、焼きビーフンにするとすごいうまいんだよね。ちょっと今日のビーフンは物足りなかったんで、ご飯とさっきの唐揚げで食べてきます。さすがにこれ食えば腹いっぺいだよね。あ、なんかおかか昆布きた、ラッキー。今日は全部あっさり系だったからありがたい。これに一味振っちゃう。おかかご飯、おかか昆布ご飯、今日の晩御飯はこれでいきます。食べていきます。